覚悟を決めましょう。内側の2人の表裏からの人気です。ブルーランプ消え始めました。スタートまで5秒を切ります。残りは3秒です。1つ目の準決勝第9レーススタートしました。内側から1番の荒尾、2番の黒川やや遅れを取った、3番の吉原、そして4番の岩見がかましていきます。先手を取ったのは1番の荒尾です。2番の黒川が後方6番手あたりに交代しています。3番の吉原が2番手、そして4番の岩見が3番手、6番の高橋がその4番岩見に並びかけていきまして、さらに外からは8番の早船。レースは2周回目です。1番の荒尾が先頭です。3番の吉原2番手、3番手並んでいます。4番の岩見に外からは6番の高橋が並びかけていきます。その後ろからは8番の早船、2番の黒川も立て直して1車押し上げようというところ、7番の木村に5番の藤岡で残りは4周です。先頭1番の荒尾リードを広げました。2番手3番吉原、そして6番の高橋が2コーナー内側切り込んでいきますが、車体を立ててもう一度立て直していきます。6番吉原に対しては、いや3番吉原に対しては6番の高橋が外から迫っていきまして、残りは3周。2番手変わっていくか、外からまくり切るか、6番の高橋、3番吉原を捉えて2番手上昇です。さらに続いていくのが4番の岩見に8番の早船、内側では3番吉原がこらえています。3番手直線戻ってきまして、1番荒尾のリードがなくなってきました。残りは2周です。その荒尾に対しては6番の高橋三嗣が外のコースを使って迫っていく、2コーナーからバックストレッチ、さらに外側からは8番の早船もやってきました。3コーナーまくり切った6番の高橋、しかしちょっと流れて内側すくった1番荒尾、残りは1周。先頭争い終盤激しくなります。1番の荒尾、荒尾が先頭をキープし続けていますけれども、6番の高橋が内を行く、しかしいや外に行った6番の高橋、3番手も3番吉原と8番の早船、最後の直線に入る、どうやら1番の荒尾を振り切りました。準決勝の1つ目第9、2連複1と6の組360円、3連単1番6番3番2140円、3連複1と3と6の組。覚悟を決めましょう。4番有吉、そして8番金子、この2人が人気を分け合いました。スタートまで5秒を切ります。残りは3秒です。2つ目準決勝第10レーススタートしました。真ん中から4番が有吉がトップスタートを切っていくところ、3番の野本も抵抗しましたが有吉かわしてきます。大外からは8番金子も早くも2番手とつけまして、人気両者の一騎打ちの様相に前はなりつつあります。3番手6番の新井、5番の松尾が4番手、その後ろからは7番の若井、3番の野本、1番の佐々木、ラスト2番の沖で、レースは2周回目です。3番手や前が変わっていくか、8番の金子が前輪差し込んだんですが、4番の有吉が先頭キープ、そして3番手追い上げてきました。地元の5番松尾がまくって3番手、その内側には6番の新井で残り4周を切ります。前は4番の有吉、2番手が8番の金子、そして3番手から5番の松尾がまくっていきます。6番の新井をかわしにかかっていきますが、6番の新井も抵抗する、この2人の並走が続いて、前の方では4番有吉に、外から8番の金子が並びかけていきます。しかし内側4番の有吉が締めていきます。内をついていく8番金子は届かず、逆に6番の新井のまくり、
直線戻ってきまして、それでも8番の金子が2番手キープで残りの2周です。4番有吉リードはほとんどありません。8番の金子が2番手から、そして3番手6番の新井、5番の松尾ちょっと離されての4番手、先頭並んできた4番の有吉、8番の金子、内側こらえるのは4番の有吉、外側から攻め込む8番金子で残りは1周です。完全に体を並べる形になりました。しかし4番の有吉がバックストレッチでは一歩前、8番の金子差がなく2番手、6番の新井は3番手の位置、最後の直線に入る切り返す8番の金子、届くかどうか。2つ目の準決勝第10レースです。2連複4と8の組200円、3連単4番8番6番1790円、3連複4と6と8の組。覚悟を決めましょう。三連単オッズは鈴木圭一郎の相手探しのオッズです。ブルーランプ消えていきまして、スタートまで5秒を切ります。残りは3秒です。3つ目の準決勝11レース、スタートしました。内側3人、中でも1番の森、3番の鈴木、外側からは6番の松本、一気に3番の鈴木が前に出まして、しかし6番松本が並びかける、さらには8番の岩崎が3番手発進になりました。1番の森、その内側からは7番の早川、その後ろは2番の篠原、4番の山本、ラストが5番中村。レースは2周回目です。3番の鈴木が好スタートを決めて先頭ですけれども、6番の松本が食い下がっていきます。3番手3車身ほど離れまして、地元の8番岩崎、その後ろ車間が空きました。1番の森4番手で残りは4周です。3番の鈴木圭一郎が先頭、6番松本を突き放しました。松本の後ろ4車身差変わらず、地元の8番岩崎、そして4番手1番森の内側から7番の早川が追い上げていきまして4番手に立ちます。残りは3周です。ただ前3人がやや抜け出す形になりました。このレース頭人気でした。3番の鈴木圭一郎スタート決めてきました。3番鈴木が先頭です。2番手が6番の松本、松本もかましを打っての2番手、そして地元8番岩崎良一が3番手、終盤に入っていきまして残りは2周です。3番の鈴木圭一郎、最後はリードを広げにかかっていきます。6番の松本、そして8番岩崎、その後ろ大きく差が開きまして、2番篠原、7番早川、1番の森、直線戻って残りは1周です。雨でもどうやら強かった3番の鈴木圭一郎、このまま行きますと4連勝で明日の優勝戦を迎えることになります。2番手6番松本、3番手8番岩崎、まもなくゴールを迎えます。完全 V リーチです。3番鈴木圭一郎です。6の組390円、3連単3番6番8番3720円、3連複3と6と8の組。覚悟を決めましょう。
1番青山、そして3番加賀谷、この2人が人気を分け合いました。5秒を切ります。残りは3秒です。最後の準決勝12レース、スタートしました。3番の加賀谷が若干立ち遅れた。1番の青山が最内から好スタートを決めて、外からは7番の中村も A 発スタートを決めてきました。7番中村が2番手とつけます。3番手に2番の佐藤孝也、その後ろですけれども4番田村、まくっては3番の加賀谷。レースは2周回目に入るところ、1番の青山が先頭です。2番手7番の中村、そして3番手は外から3番加賀谷、内側から4番の田村、それに2番の佐藤孝也が続いていきます。6番の森本、5番の佐藤真也、ラストが8番の須波の体勢で、3番手まくって3番加賀谷、ここは追い上げレースになりました。残りは4周です。しかし先頭は1番の青山周平です。2番手7番中村に接近してきました。3番の加賀谷が3番手抜け出してからは急速に前との車間を詰め始めています。内側にコースを切り替えて3番の加賀谷、7番中村の身に突っ込んできました。残りは3周です。7番の中村も外からここはまくり返そうとしたんですが、内側3番加賀谷がここで2番手へと立ちます。7番の中村3番手に交代しまして、前1番青山を追っていますのは3番の加賀谷です。残りは2周です。縦長の展開になりました。1番の青山周平先頭、しかし三者審査まで3番の加賀谷が2番手追っていきます。直線入ったところでもう一度先頭2番手の差が広がりました。7番の中村3番手その後ろは大きく離れまして、4番の田村で残りは1周です。このまま行きますとどうやら4連勝になります。1番の青山周平です。2番手3番加賀谷武明、そして7番の中村恭介、3番手加賀谷、最後は差を詰めていきますが、どうだ、1番の青山周平か。4連勝です。100V にリーチ。2連複1と3の組140円、3連単1番3番7番1330円、3連複1と3と7の組。注目の結果は